DTM をする上で必須のハードウェアといえばオーディオインターフェースとミディキーボードの2つでしょうオーディオインターフェースについては DTM 初心者のためのオーディオインターフェース選びという記事で紹介しているのでここではミディキーボードについて見ていきます。一言でミキーボーボドと言っても、 製品も数多くのメーカーからさまざまな機種が出ていて価格も数千円のものから10万円超のものまでいろいろ何をどう選べばいいか難しいところです DTM をする上で必須のハードウェアといえばオーディオインターフェースとミディキーボードの2つでしょうオオーーーディオインターフェースにつ インターフェースについては、dtm 初心者のためのオーディオインターフェース選びという記事で紹介しているので。ーインターフェイス選びという記事で紹介しているので、ここでは midi キーボードについて見ていきます。一言で midi キーボードといっても。 DTM をするいえで必須のハードウェアといえばオーディオインターフェースとミディキーボードの2つでしょう。オオーーーディオインターフェースについては DTM 初心者のためのオーディオインターフェース選びという記事で紹介しているので。 ここではミディキーボーボドについいてて見ていきます。一言でミディキーボードといっても製品も数多くのメーカーからさまざまな機種が出ていて価格も数千円のものから10万円超のものまでいろいろ何をどう選べばいいか難しいところです。